はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日やっていくテーマはこちらということで、基本的な農民ということになるわけで、基本的な農民って、これちょっとごめんなさい、わけわかんない文章になりましたね。はい、ということになるんで、基本的な農民ちょっと無視してください。はい、まず農民には2つのパターンがあります。本百姓と水飲み百姓。はい、本百姓ってのは何かで、土地を持っていて、自分の土地を持っていて、自分で土地を耕して自分で収入を得る、これが本百姓です。はい、一方水飲み百姓ってのは何かっていうと、土地を持っていない人たちです。土地を持っていないで、自分でと誰かの要するにところで、まあ、働かせてもらって、まあ、給料もらってるみたいな、そういう状態になっているのが、まあ、水飲み百姓と、いうことになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。